こんなポン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 って書いてるあれで、何をやって、動作とか、あとキャラクターまでわかるぐらいの感じなんですよ。抜群なんですよ。でこういうもう明かりのこの省略の仕方とか、うまいなーっていう。もう全てを注ぎ込んでるんですよね。でここ一人だけ目立ってる人いるよね。そうですね。白い服で黄色い手袋して、はい、この人はね、この人なんですよ。お、分かってるんですか。うん、分かってるんですよ。これ見る人が見ればもうすぐ分かったんですよ。これ。有名人なんですよ。当時も大人気の、大人気で大有名の高級娼婦。いろんな文化人と沖縄流して、マネ先輩ともちょっと噂のあった高級娼婦のメリー・ローランっていう人なんですよ。この人なんですよ。で、これ、秋っていう作品だけど、このモデルがメリー・ローランなんですよ。これ、あそこにメリー・ローランがいる。だからこういう、そのパリのさ、ブルジョワの遊び人たちが集まるような場所にはさ、大概いる人なんだよ。そういう人っているだろう。お決まりの席にいる。あの、高級娼婦とまではいかなくても、必ずそういうとこにいる人って、いるじゃん、我が国でも。そういう人なんですよ、この人は。それも捉えてるっていうね。こんなもう細かいとこまですげえなっていう、あれなんですけども、さらにこの真ん中の女の子。この子はだから実際にホリベルジェールのバーで、まあ、売り子っていうか女給さんをしてたシュゾンっていう子らしいんだけども、まあ、この子にアトリエに作ったバーのセットに来てもらって描いたっていうやつなんだけど、こう髪とかもシュッシュッシュッ、すごいリアル。リアルでしょ。首のこのなんか肉感とかすごい、うん、ですね、はい、でやっぱりさ、マネの描く女の人ってさ、フランスの女の人だよね。おー、それすごく思うよ。んー、何がというといろいろあれなんだけど、まあ、こんなのでもそうなんだけど、まあ、アングロサクソンとちょっと違うんだよね。んー、どっか。ウリタにはピンとこないかな。いや、でもフランスっぽい気はしますね。フランスっぽい気がするな。スペインでもイタリアでもないな。スペインでもイタリアでも、ましてイギリス、ドイツじゃないんだよ。あの、背あんまり高くないんだよ。背あんまり高くない感じがするんだよ。なんかすごくやっぱりフランスの女の人だなっていう感じがするよね。そういうのもかけてるしさ。あとこのほら、このレースの、これもう、寄ってみるとさ、ものすごい雑に描いてるように見えるんだよ。で、この鼻、胸の鼻の、この、もう、大胆ですね。大胆にも程があるじゃない。だけどもう弾いてみると、感じがすごく出てるっていうね。こういうの、誰か何か思い出しませんか？こういうタッチ。大胆な。うん。こういう大胆なタッチの描かれた絵ってやっぱりちょっと思ったのはベラスケス。ベラスケスなんですよ。かなって思った。ベラスケスなんですよ。そうなんです、ね、当番組でやりましたよね、ラスメニーナス。例えばあれの真ん中にいるこのマルガリータ王女、こういうとこですよね。あと髪の毛や、これは当然で、マネはベラスケスを一番リスペクトしている。ね、ベラスケスを画家の中の画家と呼んでる人なわけですよ。もともとマネはあのデビュー前からルーブルで新しくできたスペイン絵画のコーナーでスペイン絵画に夢中になって、で1865年にはスペインに行って、もうベラスケスドハマりして、そうなんです、ね、まあ、ゴヤもなんだけど、ゴヤベラスケスにドハマりして、特にベラスケスはもう画家の中の画家だと。で、私がね、絵画において理想と考えるものはベラスケスが全て実現してるとまで言ってるんだよ。だからその意味ではこのマネのこのホリベルジュエルのバーっていうのは、ベラスケスの前やったこのラスメニーナス、これへのある種オマージュなんですよ。意識してるんですか？意識してる。どこで意識してると思う？あ、そう言われると鏡が、そうなんですよ、うん、
で、こっからようやく鏡の話になるんですよ。つながるんです。